ブリーフアンプトランクス、ブリーフトランクス、ブリーフトランクス、略称ブリトラは伊藤孝之と細根誠の二人からなる静岡県出身のフォークウデュオ。高校の同級生だった伊藤孝之と細根誠によって結成。半径5メートル以内の日常生活をテーマに歌う。作風はコミカルな楽曲、青のり、コンビニなど、 歌手であるが、真面目な楽曲、風の捉え方、石焼き芋など、も存在する。作詞、作曲は主に伊藤が担当している。歌のほとんどの部分が、ハモリパート、もしくはユニゾンパートで、ソロパートは少ない。1998年5月21日、D-Pro X よりシングル、サナダムシで、メジャーデビュー。サナダムシを含め、青のり、石焼芋などが、 有線、ラジオでリクエストが増えるなどしてヒットとなり、テレビへの出演も増えていった。しかし伊藤がクローン病、厚生労働省指定の難病を発症し、音楽活動の継続が困難となる。2000年12月31日、ブリーフトランクスは解散。解散後、伊藤は病気療養と並行しつつ、インディーズでソロシンガーとして活動。細根は、 芸能活動を引退。2012年再結成を発表。2015年までインディーズで活動した後、2015年8月3日、オーディション番組、ザビッグチャンス、フジテレビ系列のボーカルオーディション企画で優勝し、2016年にポニーキャニオンより再メジャーデビュー。1993年結成、同年の学園祭にて初ライブを行う。 1995年、慶応義塾大学に落ちた伊藤が、後に、アルバムに収録される、お尻に、フォーク、昇風がはげ単調の、デモテープをレコード会社10社に送る。うち5社から声がかかり、状況を決める。1996年、渋谷を中心に、都内で、ライブ活動を展開。1998年5月21日、シングル、 サナダム氏でメジャーデビュー。1998年11月11日午後11時13分頃、東京 FM のミリオンナイツでサナダム氏が番組内で初応援され、大ブレイクのきっかけとなった。その後、青のり、石焼き芋などの楽曲も優先、ラジオでリクエストが増えるなどしてヒット。テレビへの出演も増えていった。同じ1998年には、 ユズもメジャーデビューしており、比較として黒いユズとも呼称された。当時の所属事務所の方針で、一般的なライブハウスでのライブは解散まで行わず、一方でインストアライブを2ヶ月で80本というハイペースで行っていた。2000年12月31日、シングル10枚、アルバム5枚、うち1枚は解散直前に発売された。 ベストアルバムビデオ4本を発売したブリーフトランクスは解散。解散理由は、伊藤がクローン病、厚生労働省指定の難病を発症し、内臓が弱くなり、入退院を繰り返しており、過密なスケジュールをやりくりできなくなったためとなっている。解散後、伊藤は病気療養と並行しつつ、インディーズでソロシンガーとして活動。一方、細根は、 音楽活動を停止、解散後もメールのやり取りを続けており、不仲ではなかった。2008年8月31日、伊藤がソロライブ、青のり前歯について10周年スペシャルを開催する際、細根に一曲歌わない、と声をかけた。細根は仕事の都合で断ったが、代わりに細根が伊藤に送ったビデオレターが上映された。2009年、 細根が開店した、聖火店のオープニングパーティーに、伊藤が登場し、9年ぶりに二人で歌唱した。その後、ブリトラボツ50年特別企画、合同慰霊祭2010に、細根が登場。2011年8月5日、伊藤のソロライブ、ひいとりきりっていいよねで、細根が11年ぶりに、小物ゲストとして登場し、1日限定で、 ブリーフトランクスが復活した。2011年11月18日、再び伊藤のソロライブ、音楽花、今一つにで、細音がゲスト出演。2012年3月12日、動画共有サイト YouTube の伊藤の公式チャンネルにて、ブリーフトランクス再結成を発表。7月11日に再結成後初のシングル、ゴールデンボールをリリース。 2012年7月21日、ライブ、ブリトラ大復活祭2012を渋谷をイーストにて開催。2012年11月18日に、名古屋クラブクアットロ、11月24日に、エサカミューズ、2013年1月3日に、ゼップ東京で初の全国ツアー開催。2013年5月22日、13年ぶりとなるニューアルバム、 グーチョブベイベイリリース。6から7月に全国ツアー開催。最終公演は7月28日に渋谷公会堂にて開催。2014年6月7日 EX シアター六本木にてセレブリトラコンサート2014開催。2015年3月25日2年ぶりとなるセブンスアルバムブリトラ道中膝クでリリース。ジャケットの写真は 伊藤の出身地である、静岡県伊藤市で撮影された。2015年4月2日、赤坂ブリッツにて、ブリトラブリッツブリブリ祭り2015開催。2015年6月27日、ライブ DVD、ブリブリ祭り2015リリースと同時に、クラブベックス、品川プリンスホテルにて、マニア向けリリースパーティー。開催。2015年8月3日、 オーディション番組、ザビッグチャンス、フジテレビ系列の企画、もう一度歌いたい。ボーカルオーディションで、前田由紀、大河内美沙を抑え優勝。ポニーキャニオンより、再メジャーデビューすることが決定。2016年3月2日、AS アルバム、ブリトライゾンショーリリース。2016年4月23日、品川ステラボールにて、 ブリトラ超大復活祭2016メジャー復帰アルバム発売記念スペシャル開催7月には名古屋大阪にて二人きりっていいよね2016を開催2016年9月21日ライブ DVD ブリトラ超大復活祭2016リリース2017年5月17日ナインスアルバム手のひらを満月にリリース 2017年7月9日から満月の日にマンスリーでブリトラ主催イベントを開催。7月はイングリエス、8月はイガグリ、千葉、仙台貨物、9月はド、ブロック、10月は吉田山田、11月は藤岡藤巻を招く。2018年3月21日、デビュー20周年を記念したスペシャルベストアルバム。 ブリトラベストバイブルを3形態同時リリース。2018年5月19日、マイナビブリッツ赤坂にて、ブリトラスーパーベスト祭り2018デビュー20周年、記念スペシャルライブ。開催。満員御礼。2018年7月21日、7月22日、大阪バナナホール、名古屋ラジアンホールにて、二人きりっていいよねベストツアー2018開催。 満員御礼。2018年9月19日、ライブ DVD、ブリトラスーパーベスト祭り2018発売。2018年12月31日、ポニーキャニオンから卒業。2019年6月30日、マイナビブリッツ赤坂にて、ブリトラ埋蔵金スペシャル2019開催決定。オリコンチャートでは、アルバム、 ブリトラの反乱が21位を記録した他は、ランキング上位とほとんど無縁だったが、ABC ミュージックパラダイスのリクエストチャートでは、一人の歌、ペチャパイが10位以内に入った。ロウソクは、歌詞が不吉である上、非常に不作法であるため、一部で批判を買った。アルバム、ブリトラ以降は主に自宅録音のため、一部の曲にノイズが入っている。マキシシングル、 ペチャパイは歌詞カードに締め切りに間に合わなかったため歌詞が載せられなかった旨の文章が書かれている。アルバム僕らのエキス収録曲の大切なものは歌詞カードに歌詞が記載されていない。また既存のクラシック曲に歌詞を付けたものもカテキンを除いて歌詞カードに歌詞が記されていない,い。いずれも監修、ライブでは別人として以下のキャラクターが登場する。 多くは伊藤隆之ソロ時代に生み出されており、該当項目も参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。